昔はドライブインの上から見ると10分から15分にかけて、下の方からオスプレイが、着陸したんですね。そしてしばらくそこで待機をする監視活動を皆さんいろんな角度からやっていただきました。その中で11時48分1機が飛び立ちました。そしてまもなく55分ごろに2機目が飛び立ちました。ここにおられた方はこの真上を飛んでいきました。南に行きましたから、また南の方からずっと東京の都民の皆さんの頭上を勝手に飛んで、そして縦断して北海道に行ったんですね。こんなこと許していいんでしょうか。許せないです。絶対に許せないことだと思うんです。日本共産党の参議院議員吉良よし子さんができておりますので、共産党の議員さんで他にもいらっしゃればぜひ前へ一緒に出ていただきたいと思いますが、代表して吉良さんにお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。日本共産党参議院議員吉良よし子です。私たちも改めましてこのオスプレイ横田基地への飛来断固抗議をしたいと思います。厚木、富士、そして横田に来ると、そして明日には今札幌に行って今度は佐賀にオスプレイを配備するという話まである、まさに危険なオスプレイを日本中に配備していこうというこの計画、あり方絶対に許すわけにはいかないんです。何よりもこのオスプレイというのは危険極まりない軍事機なんですよね。だって作っている最中の実験段階で事故を起こして何回も、5年間で58回も事故を起こして死亡者だって出ていると、アメリカ側は操縦士のミスだと言っているけれども、そんなに数多く操縦ミスが起きる時点で構造上の欠陥としか言えないではありませんか。そういう危険なオスプレイを日本の国民の頭の上を飛ばすというのはとんでもない危険極まりない行為なんです。そして今問題になっているのがオスプレイの低周波問題ですよね。牛の出産などにも影響があると言われていますが、私も1年前沖縄に行ってきました。そこではオスプレイの訓練やられているわけですけれども、ある方はオスプレイが来るのは自分の心臓に埋め込んでいるペースメーカーの不調でわかるとおっしゃっていました。まさにオスプレイは国民の命をそういう形でも危険にさらしているものだとしか言いようがありません。これは絶対に許せません。沖縄の負担を軽減するんだということを言われてますけれども、今政府がやっているのは先ほどからあるように、あの美しい辺野古の海を埋め立てて新たな米軍基地を作ることですよね。そうやって沖縄にはさらなる負担を押し付けて日本全国にオスプレイの危険を拡散するというやり方自体とんでもない姿勢です。今安倍政権は7月1日に海外で戦争できる国づくりの一環として集団的自衛権行使容認憲法9条を180度変える閣議決定を行いました。この横田基地ではこの間低空飛行訓練だとか大変な騒音の訓練だとかがどんどん繰り返され増えていると伺っています。今回のオスプレイの飛来というのがそういう流れの中で起きていることだって見過ごすわけにはいかないのではないでしょうか。皆さん、これ以上国民の命と安全を脅かすことを許すわけにはいきません。もう日本中でこうしたオスプレイ許さない、アメリカに撤退しろ、この声大きく広げていこうではありませんか。同時にこうした基地の撤去の運動なども大きく広げ